金沢55カレースタジアムには輪島市、七尾市、志賀町のサッカーチームでプレーする小学生およそ45人が集まりました。このサッカー教室は J リーガーの畑尾博人さんが立ち上げた団体が被災地の子どもたちに思い切り体を動かしてもらおうと主催しました。子どもたちは時折冷たい雨が降る中、試合形式の練習などを通して間近でプロの技を学んでいました。選手も上手かったし、楽しくできてよかったと思いました。ドリブルや技を使っていたところがちょっと強いと思いました。寒い寒いって言いながら一生懸命みんなボールを追っかけてくれてたんで、まあ、またいろいろまた戻って大変なこととかってまだ続くと思うんですけど、それでもこう何かこう非日常を味わってもらえてたらいいなと思います。石川